ハピスタとは、2011年10月3日から2015年3月27日まで、テレビ U 福島で毎週月曜日、金曜の午前中に放送されていた、ローカル情報番組。全番組である、グーテンが、当初は2011年3月に終了する予定だったものの、その直前に、東日本大震災と東京電力福島第一、原子力発電事故が発生。 番組自体の一時休止と期間延長が決まり、2011年10月スタートにずれ込んだ。番組再開後から終了までのグーテン同様、当初は25分番組として放送し、スタジオセットも立て替えず、出演者も渡辺奈々と一部スタッフが兼任して務めるなど、大幅に経営節減されていた。2012年4月からは金曜が10月からは水曜。 木曜も55分に枠を拡大。番組終了まで月曜、火曜は25分番組として放送された。2012年10月からは、マルトクの前身である、マルトク福島生放送の初代 MC を務めていたスイツクニハルが14年半ぶりに本枠へ復帰。2013年10月からは番組開始から MC を務めていた渡辺奈が降板し、 代わって TUF に入社したばかりであった梅田美織が MC となった。2015年3月に番組終了し、代わって月金チェックが始まった。2014年、ありがとうございます。